金町浄水場金町浄水場は葛飾区金町浄水場にある東京都水道局の浄水場。金町浄水場という名称は当施設が所在する町名でもある。郵便番号は1 2ロ0 0 4 3所管部署は東京都水道局金町浄水管理事務所。江戸川の漂流水を1日平均約80万トン、採水、処理し、 都内計12区の約250万人に供給している。敷地面積は東京ドーム5.5個分に相当する。1985年に厚生労働省の近代水道100選に選ばれ、中でも江戸川う岸に2期ある主水棟はトンガリ帽子とドーム状の屋根で有名。映画男は辛いよシリーズや漫画、こちら葛飾区亀有公園前発出所にも登場する。 東京都水道局は2017年9月、東京水道名所の一つに選定した。江戸川上水町村組合の施設として1926年8月に、竣工した。水系上流の水質悪化や、取水口の上流の対岸に、千葉県松戸市の下水処理場の排水口があった、影響で、低品質水道水であった。特に昭和40年代はカビ臭がひどく。 活性炭処理が間に合わず、高速沈電池にスカムが発生する事態まで発生。1970年代初めには、カビ臭い、牧獣の匂いだなどの苦情が寄せられるようになった。1984年には、当時の厚生省が発足させた、おいしい水研究会に、日本ひとまずい水道水と国評されている。東京都水道局は、1992年に、 東京都では初めてとなるオゾンと生物活性炭による高度浄水処理を開始。2013年には高度浄水処理施設が完成して100%高度、浄水処理した水の区分東部地域への供給が可能となり、水系上流の下水処理能力も向上した。この高度浄水処理された水道水は残留塩素を除去した上でボトリングされ、東京水として、 東京都庁舎をはじめ東京都の施設等で市販されている第2種水筒1941年完成第3種水筒ありがとうございます。